ビーチサッカーって知ってます？ビーチサッカー、はい、オーバーヘッドキックが乱発する、あのちょっと、ね、アクロバティックに見えた。あ、なんとワールドカップ、はい、はい、私も、はい、今なら日本代表になれるって言われたから、なんこんなにすごい選手が沖縄にいるんだということを出てきました。これがね、ハニーマスタードチキン。こちらはこれね、すごい。だからタウンスポーツ&フードチャンネル。この番組は沖縄の東海岸エリアをスポーツと食で盛り上げていこうというチャンネルでございます。番組のナビゲーターをしています山由里子と山内由里子です。よろしくお願いいたします。そしてもう一方、この番組のご意見番、沖縄サンライズタウンプロジェクトの、プロデューサーです、中島のぼるさん、はい、こんにちは。はい、今回もよろしくお願いいたします。まずはスポーツ編からですね。そうです、はい、その前にですね、はい、ビーチサッカーって知ってます？ビーチサッカー、はい、知ってますよ。あ、すごいですね。 どんな競技ですか？こう、こうアタックとかしてこうビーチバレーです。ビーチつながり。沖縄のビーチで美しい海を前にこうちょっとなんか遊びがてらでキャハハってこうなんかこうと思うんですけどですね、はい、ところがちょっとこっちの動画見てもらいたいんですけど、はい、これあの西原のキラキラビーチ、ね、こけたよ。これほらオーバーヘッドキック、今わかりました、わかりました。これ、こういう感じで、ぜひさっきの発言は撤回してくださいキャーって言ったんですね。生で見たことがないけど、この今大きい画面でこうやって見てたらすごい迫力ありそうですね。ね、もしかすると普通のサッカーとかフットサルより迫力あるオーバーヘッドキックが乱発する、あのバンバンやるんですよ。なんてこういう風に偉そうに言ってますけど、2回ぐらいしか見たことないということで今日のテーマはビーチサッカーでございます。はい、ご紹介しましょう。ビーチサッカー日本代表選手、宜野座智也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もう画面も迫力あるじゃないですか。ワイルドひげもすごいですね。色もすごく黒い。そうですね、もう毎日毎日練習されてる、はい、わーい、宜野座選手え、爽やか。え、ドイツ人物ですか？そうですね、この国民です。なんか、こっちの心、気持ちの変化とかなんかあったんですか？いや、特に もともとひげが好きだったのでというか、砂がついてるのがビーチらしいですね。あ、かっこいい。 ありがとうございます。つまりポジションがキーパーですね。そうですね、僕はゴールキーパー。はい、なるほど、はい、この宜野座選手なんですけれども、改めまして日本代表選手ということで、はい、なんとワールドカップ、はい、今年も日本代表、はい、決定したということで、はい、先日発表があったので、はい、僕個人もちょっとドキドキしながら、はい、まあ、ドキドキしてたんですけど、はい、まあ、無事選ばれることができて本当にホッとしてます。あの B サッカー FIFA のちゃんとした正式種目ですからねこれね、知ってますよね。これね、なかなか伝わらないんですよね。そうなんですよ、ビーチサッカー決してこの遊びの世界ではなく、プロフェッショナルな世界なんですね。そうですよ。でちなみにあれですよね、はい、日本のあのかなりFIFAランクも上なんですよ。そうですね、日本はFIFAランクどれぐらいなのか、トップ10にはもう入ってて、今回のワールドカップ決まったのもそこなんですよ。FIFAのランクがアジアで一番高いっていうのと、前回大会の成績、2019年の成績が良かったということもあって、はい、日本はあの世界と比べてもあのビーチサッカーはあのレベルの高い上位のチームで、その日本代表のゴールキーパー守護神ですよ。少しそうなんですよ、宜野座選手。そう、しかも日本代表歴がもう何年？そうですね、もう14、すごい、22ぐらいからやられてます。なでしこに続いてメダルが近いんじゃないかということで、協会内でも結構あの期待値があの高くて、で、今回のワールドカップがとずっと出てるのが日本とブラジルだけなんですよ。あ、そうなんですか。全部のワールドカップに出てるのはブラジルと日本だけで、はい、これからまだまだ頑張らないといけない。でももうそういうポジションであると思うので、ぜひぜひ、あといろんな人に知ってほしいですね。あのこれいつのあれですか？
これ2019年ですね。これ4位の年でしたっけ。そうです、これ4位の年です。だから2年前の前回のワールドカップ。そうです、前回のワールドカップの、ね、これ4位ですよ日本。そうなんですよ、すごい。でこの中で代表の中にうちらの中の選手が2人いたんですか。そうです、すごい。木下選手とあとペルキナ選手ですね。ちょっと改めて、はい、そこでね、他にもまだ写真ありますか、はい、なんか見ますか、はい、あ、なんですかこれびっくりした、何があったんですか。頑張るぞっていうのを伝えたくて、このこれはちょっとこの写真の背景で申し訳ないんですけど、改めてプロフィールを。宜野座智也選手、沖縄県うるま市出身でいらっしゃいます。1985年4月2日生まれの現在36歳。2007年から日本代表に加入されてもう約14年ということで、 FIFA ビーチサッカーワールドカップ6大会出場、うん、そして FIFA ビーチサッカーワールドカップ、ドバイ2009ではアジアベストゴールキーパー賞も、うん、アジアのベストゴールキーパー賞いただいて、すごいですね。こんな軽々しくあまり話しちゃいけない。いや、やっぱりビーサッカーのキーパーと普通のサッカーのキーパーって違うんですか。そうですね、もう自分で得点もできたり自分でアシストができるっていうのは結構ビーサッカーのゴールキーパーの魅力になるのかもしれない、シュート自分で打てたりするので、すごい、手で投げて足でアシストをすることができるというね、そこはもうサッカーとだいぶ違う、このキーパービーチサッカー特有のこのキーパーの楽しさの部分なのかなと思います。ビーチサッカーのコートってどれ何分の何ぐらいなんですか。どちらかというと正方形に近いです。長方形というよりは正方形にちょっと近いような感覚なのかなと。ルールが、4秒ルールっていうのは、キーパーがずっと手でもキーパーは4秒しか持っちゃいけないっていう、これが今投げてるんですけど、今2秒ぐらいなんですけど、あれが4秒以上持つとファールになってしまうんですよね。相手のオーバーヘッドキャッチ。そうなんです。この辺りがいわゆるサッカーとの違う技がやっぱり、はい、これだもん。オーバーヘッドもフィールドサッカーだったらオーバーヘッドやった人がファールになってしまうんですよね。やっぱディフェンスの頭蹴って危ないっていうか、はいはい、サッカーであれば、うん、でもビーチサッカーの場合はオーバーヘッドの邪魔をしてしまった人が悪いので、まあ極端な話、顔蹴られても顔蹴られた人が悪いっていうか、だから痛い思いしたのに相手にもチャンス与えてっていう、こっちもなんかいらないカードもらっちゃうみたいな。そうそうそう、本当にその通りで、いろんなアクロバティックな、さっき言ったオーバーヘッドだったりジャンプしてシュートを打ったりっていう、そういうのはもう独特なサッカーフットサルじゃ見られないような、そこがビーサカの一番の魅力じゃないですかね。あれはビーチゲームズは出たりするんですか。ビーチゲームズ出ます。あ、ビーチゲームズ出ますよ。もうだこの間に、ワールドカップの間にビーチゲームズが入ってるんですよ。そうなんですか、ね、アジアビーチゲームズと行われた時の写真なのかな。これ鼻急に振ったもんで僕ね、あの沖縄にビーチゲームズをあの誘致したくて。あ、そうなんですか。4年前から5年前から覚えてるんですけど、あのビーチゲームズっていうのはオリンピック種目って結構多いんですよ。でビーチ種目だけ切り離して、あのビーチだけのオリンピックやろうっていうことで、うん、ビーチゲームズって始まった、うん、あの企画考えて、はい、出るとき県に提案とかしたんですけど、まあ、なかなか実現できなかったことが今の沖縄サンライズタウンプロジェクトにつながったんですよ。あの施設だけじゃなくて、もっとこうなんていうんですか、地域のねこう受け入れ体制とか、はい、あの人づくりみたいなことも含めてやろうっていうことが、うん、このサンライズタウンプロジェクトのスタートだと。確かに沖縄の課題ではありますよね。そうですよ。だこういう日本代表選手がいるにも関わらずですよ。いやだからこう沖縄の人にもまず知ってほしいし、沖縄出身のこんなにすごい選手が沖縄にいるんだということあの今日なんてだってあの、まあ、7月末の収録なので、直前まで数日前まで、ね、全体練習で千葉の方が、ね、あ、そうです、行かれてましたよね。そうですね、来週か5日7日に向こうにロシアに行って、そこからこの貴重な、そうなんです、このね、狭間の時間に選手のスケジュールに従ってこのスタジオの収録申し訳ない、申し訳ない、申し訳ないことないですけど、むしろこっちが申し訳ない、こう忙しいのに来ていただいてって、てかこの低姿勢がすごいですね本当に。そもそもいくつからこのビーチサッカー始められたんですか。僕は20歳で始めて、それまではあのいわゆるフィールドサッカーというかグラウンドサッカーは
はずっとされてたんですか。そうです。子供の小学校3年生からやってて、ビーチサッカーの前にあの沖縄カリッシュ FC というのが沖縄にあったんですけど、僕そこにのサッカー選手になりたかったので、子供の頃の夢はサッカー選手だったので、サッカー選手になりたくて沖縄にそういう声もかかったの で、はい、で当時のこの沖縄カリッシュ FC というチームは J リーグを目指しているチームで、今はもうちょっとなくなっちゃったんですけど、そこで一生懸命やってたら、ちょっとなんかオフシーズンにビーチサッカーの大会があって、でそこに出てた当時の僕のレキオス FC っていうところがあって、そこの選手にあのスカウトされたというか、ビーチサッカーやらないって声かけられたので、サッカー選手になりたかったんですけど、まあ、20歳でちょっとやっぱ身長も、まあ、さっき紹介いただいたように175センチというキーパーにしてはそこまで体格がいい方ではないので、はい、ビーチサッカーだったらちょっとゴールも小さくてコートも小っちゃいということで、でもうその誘ってくれた人の一言は、今なら日本代表になれるって言われたからな、今ならチャンスだなと分かったからもうちょいすぐもうなれなくなると思ってたもんなんで、そこからもう16年ビーチサッカー選手をそうですね、されてるわけですよね。そうです、16年間やってます。あの僕らこの沖縄サンライズタウンプロジェクトで、はい、あの 前年というか、あの沖縄カップの時に、はい、あの救護の支援してるんですよ、うん、オンライン救護っていうのを僕らやってて、はい、あのクリニックと、うん、あのそのスポーツの会場をオンラインでつないでる、ね、そう、このビーチサッカーでやるとすごいんですよ、たくさん選手が僕信じられないから、笑い事じゃないけどたくさん来るんですよ、なぜなら靴を履いてない、靴履いてないんですよ、そうなんですよ、これも大きな違いですね、サッカーとも違う、そう、はい、単純な質問ですけど、砂浜暑くないんですか。あ、沖縄は大丈夫なんですよ。え、意外、沖縄は白いから、白いから砂が黒いと火傷しちゃいますね、もう。やけどした水ぶくれだったり、もう向こうに比べると全然できる範囲の暑さなので、実は沖縄ってこのビーチサッカーするに適した地域なんですよね。 はい、それを言いに来たんじゃないかっていうこの環境は、向こうは施設を作っちゃうっていう、まあまあ向こうなりの努力はあるんで、はいはい、やっぱりそこまで行かないといけない。でも沖縄ってやっぱどこにでもビーチがあって、はい、足ですぐ行ってボールを蹴れるっていう環境はやっぱり日本探しても沖縄がやっぱもう特別だし、なんか海が青くて映えるからいいとかそういうことじゃない。それもあります。それもあります。それかもしれないです。あれですよ、あの毎回あのこの番組で、はい、あのご紹介している通り、はい、あの西原のねキラキラビーチ で、はい、あの水平にこう浜あの砂浜作ってるので、あのスポーツがねちゃんとできるっていう、はい、で沖縄ってこの平らなスポーツ用のビーチって2カ所あるんですよね、はい、しかも東海岸に、えっと、南城市の、あそこなんでしたっけ、ビーチあるじゃないですか、どこ、サンサンビーチ、サンサンビーチ、サンサンビーチ、サンサンじゃなくて、ビビビーチ、あ、ビビビーチじゃない、チュラサンビーチ、違う、なんだっけ、やってくるみたいな、知念岬に行く、はいはい、ちょっと手前ぐらいにある、あそこのビーチも平らなんですよ、はいはい、やっぱそういう平坦な西原のこのキラキラビーチみたいなところでやると、やっぱりもう、やっぱ当たり前ってないんだなって思いました。こういう環境ってやっぱ平坦でボールを蹴って、分かりました、一生懸命トレーニングできるっていうのは本当にありがたいことなんだなって、まあ、毎日やってるとやっぱ気づかないですけど、やっぱそういうね時にやっぱ気づかされるので、やっぱこれギナス選手ならではのなんか西原城の魅力ですね。いやもう本当にいつもほら僕口で言ってますけど、はい、説得力ないだから、うん、あの見に来た人もあのそれこそ街中に作っちゃうとそこだけがビーチだけど、一緒にビーチで味わいながら観戦できるっていうのが、そうそうそう、この距離感もいいですね。スポーツとキラキラビーチはもうスポーツと遊泳があるので、遊泳が両方あるんですね。だから僕らもあそこショータイムっていう、そうそうそう、キラキラとかも多分もうみんなが見れるじゃないですか。そうですね。だからもう入場料取って誰が見てもいいし、うん、何やってもいいっていう、うんうん、ビーサッカーだけでお金取れる環境じゃないじゃないですか、うん、はいはい、入ってしまえば、うん、そういうフェスみたいな感じで、なんか音楽聴けてとか、そういうなんか面白いことができるんじゃないか、ビーサッカーその一つとして、はい、僕はでもビーサッカー単体ではどうにもならないと思ってて、ビーサッカーと何かを足し算というか掛け算をしていったら、先ほど言った面白い掛け算することでよりビーチサッカーの面白さもまたこう際立ってくるっていう、うん、そうですね、なんかまたなんかビーチサッカーの発展の仕方ってあるなって、またサッカーはね、サッカーの素晴らしいあのところもたくさんあるんですけれども、またビーチはビーチのなんかこの面白さっていうのを今なんかこの時間ね、どんどんこう発見してる気がします。街づくりっていう
のに、一つこのビーチサッカーがいい関わり方できそうですね。おっしゃる通り、はい、これからのスポーツってやっぱりこのスポーツはスポーツをしててっていうことじゃなくて、やっぱり地域とともにあって、こう一緒に街づくりの一環になっていくっていう SDGs じゃないですけど、本当にこう持続可能な形としてやっていく上で、この西原町、この東海岸地域ってものすごくポテンシャル秘めてますね。本当その通りですよ、ね、はい、もっとね、まず沖縄県民が理解しなきゃいけない。いや、これだから今お話伺ってると、すごくこのビーチサッカーの認知度を上げたいっていうふうにおっしゃってるんですけど、現状っていうのはどんなふうに思って、まあ、少しずつ僕が始めた時よりは少しずつ増えてきてて、全国にも地域リーグ、関東リーグだったり、僕が行った時もなかったよ、で沖縄九州リーグだったり、少しずつ人口も増えてきてて、あと、今女性のチームも増えてきて、女性もアナクラバットに するんですよ。オーバーヘッドする選手もいる、もう男子顔負けの、僕がちらっと聞いた話は、オリンピック競技になるためにやっぱ女性の男女ともに、だからビーチバレーは男子も女子もあるっていうのが、僕がちょっとちらっと話聞いた時はそういう感じで、ビーサカーは女子がないので、ちょっとやっぱこうなかなか慣れないっていうことで、それでそれこそさっき言った FIFA もそうだし、女子の大会、女性の大会がどんどん世界でも増えてきて、ヨーロッパでも女性のリーグ戦もあるんですよ、国同士のリーグ戦もあって、はい、そういう面でもまあ面白いのかな。中島さん、めちゃくちゃいいことじゃあ考えてますね、ビーチ。そうなんですよね、ランなんですね。ビーチゲームズ、ビーチゲームズ、そうなんですよ、やっとね、山根さんに理解していた広沢選手のおかげでね。いやいやいや、とんでもないです。もうワールドカップだからこそね、頑張ってほしい。だってロシア戦もね、鍵になると思いますし、なんか沖縄県として県民としてやっぱりテルキナ選手の思いも背負って、うん、はい、2年ぶりに ね、 そうですね、はい、19日から8月の19日から29日まで、はい、日本が8月19日木曜日初戦が、パラグアイと対戦します。で次第2戦が21日土曜日、これはアメリカと対戦します。そして因縁の相手、24日火曜日にロシアとの、はい、ここでグループで、まあ優勝すればまた次に進んでいくと、2位以内に入れば決勝トーナメントに行けるということ、はい、ぜひ、うん、頑張ってください。怪我には気をつけて。そうですね、今もう、はい、怪我だけ気をつけて頑張ります。本当にこれ危ないんですよ。そうですよね。今日も素敵なゲスト、はい、ウルマ出身のビーチサッカー選手、日本代表ゴールキーパーの日野沢智也選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ってください。さあ、では続いては食のコーナーです。続きましては沖縄県の東海岸エリアの美味しいお店のご紹介ということですが、はい、今回はどのようなお店でしょうか。はい、西原町ですね。ここキラキラビーチがある、はい、西原町の美味しくて体に良くてっていうお店をね、紹介したい、はい、お美味しくて体にいい。そうです、 VTR をね撮ってきたんで、はい、これもあれですよ、まさにさっきのギロス選手なんかがやってる、その、はい、あの西原キラキラビーチ、上から見てもあもう何度見ても綺麗ですね。こちら遊泳用でね、はい、こちらスポーツ用、はい、もうここであのビーサッカー沖縄カップもやってる、このね向かい側にここにあのムーンテラスっていうところがあって、はい、ここのお店にあのこれですね。でこれこっちは何でしたっけ、んこっち音楽堂。そう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 。でこのお店に入ってくると、あの今日は美しい方が、そうなんです、ね、歩いていらっしゃいますか。ええ、エステティシャンの金城さん、はい、金城さん、金城何さんですか。あ、下の名前は後でテロップ入ってます。すみません。沖縄金城さん多い。金城さん。これやばい。あ、おしゃれ。ここに選手がたくさんね。なんかこの木のぬくもりと、この緑の涼やかさが、大城店長。大城店長かっこいいですね。かっこいいかっこいい。まだ24、5歳ぐらい。出てきました。これがね、ハニーマスタードチキンって、うん、これね、ちょっと 甘辛い感じな、ハニーとマスタードだから、そうそうそう、はい、多分美味しいと言ってる。こちらはこれがね、わかんないんだよな。だけど、でもオクラもあるし、これテイクアウトよ、バランスがいいですね。
で、あのバランスもいいですね。バランスもいい、ね、主食とタンパク質とサラダと、はい、まあ、テイクアウトは持ってくればよかったんですけどね。はい、本当に今日はね自分で出来たてを食べに行きます。そう、で本当に皆さんに行ってほしいんですよ。はい、であそこの、まあ、西原のね、はい、あのキラキラビーチの目の前ですから、うん、スポーツの後とかね、ソレスタカフェ、ソレスタです。そうです、なんかおしゃれなカフェだから、本当に何でしょう、あの一人で行ってもいいし、デートでも行っていいし、そうそう、お友達と行ってもいいし、そうそう、若いカップル、海見て、海見た後に、おしゃれあの音楽堂とかって、展覧会がねされてる時もあったりとか、実はあのいろんな方が集う場所ですよね。そうです、そうです、ね、こと前もね、はい、あの音楽堂でやってますし、だからそういう文化に触れたりとかね、スポーツに触れたりとか、まあ、散策でもいいんですよ、はい、いやでも私カフェソレスタさん、うん、こんなになんかおしゃれなお店がカフェがあったなんて、なんか今までもったいなかったなと思いました。あそこに行ってもちゃんと寄って帰ればよかったと思いました。え、寄って帰ってないんだえ、あれ行かれるんですか、そもそも。あ、私ね時々ね行くんですよ。あ、 そう、それこそ展覧会があったりとか、うん、あのするときに。なんでそういう時僕誘ってくんないんですか。うん、あのサンライズタウンといえばほら、ね、中島っていうことまあ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 、ね、じゃあ私は行って、お会計は中島さんでって言って帰るようにそれからはまあまあ、で近くにあの、まあ、公園というのかな、お子様連れで遊べる芝生のようなあのところもあるじゃないですか、はいはいはい、まあ、そこでも楽しめるし、うん、おすすめスポットです。何度も言いますけど、 あそこアスリートも行くので、うん、アスリートも転んで食べるような食事であることと、さっきエステティシャンのね、はい、あの金城さんもやっぱり美容にもいいんじゃないかって言ってましたから、最高じゃないですか。最高ですね。カフェソレスタさん、うん、ソレスタってどんな意味なんだ。これね造語だそうですね。へー、うん、あのなんでソレスタ、いやソレスタって言葉があるのかなと思ったら、それはないらしいです、はい、ソレスタという雰囲気が良かったらしい。そのあたりの深い意味は皆さんぜひ直接大城店長に聞くか、あの FM ヨナバルの、さすがもう宣伝上手あの8月の上旬ぐらいに、はい、あの放送するので、あ、そうなんじゃ、近所さんの声も聞ける、聞ける、聞ける、あの今の映像を見て、あ、聞きたいと思った人は、はい、あ、そうか、でもこれ動画配信で8月で、はい、ラジオ終わってるかもしれないなんということでしょうこの辺放送ができないけど、私ここ絶対行こう、行った方がいい、絶対行った方がいい、トレーナーみたいだった、今なんかアスリートトレーナーと喋ってるみたいでした。はい、ということで沖縄サンライズタウンスポーツ&フードチャンネル、うん、今日はもうスポーツの方で、ね、もうたっぷりと、そうなんですよ ね沖縄ならではのビーチサッカーの魅力についてね、そうだね、伺いましたね。サッカーはね、はい、沖縄、今沖縄ならではって言いましたけど、はい、ならではのスポーツにしたらいいですよね、うん、もう地域がこう発展していくビーチサッカーを通して、こう未来が明るく描けるなと思いました。あれずっとやりたいわけですもんね、ビーチゲームズ、ビーチゲームズ、やっと覚えたいやなんか東海岸地域って本当にこう様々な魅力というか可能性を秘めてるなって、もう毎回思うんですけど、今日また新しい発見がありました、ね、そしてギノザ選手もやっぱりナイスガイですね。ナイスガイです、やっぱり、ね、スポーツマンらしい感じでね、はい、ユーモアもあってね、はい、すごく感じのいい人でしたね。優しくて、そう、明るくてね、はい、で、あの未来のこともこう描いていて、なんかこんな素晴らしいスポーツ選手がうるま市出身、沖縄出身でいてくださるって、そうですね、誇りですね。ワールドカップ日本代表ですからね、でしかも、もうね世界トップクラスですからね、持ってくれないといけないもう山根さんからどんどん発信してほしい、はいはい、そしてそのフードの方もおしゃれなカフェが出てきましたね。またぜひあのキラキラビーチでね、はい、遊んだ後には必ずあそこのソレスタ、ソレスタさんに、知る人ぞ知るだと思うので、これ見た人はラッキーですね。ラッキーです、ソレスタを知ることができて、できてよかったなっていうね、はい、はい、私も行きたいと思います。じゃあ一緒に行きますか。うん、これまず一人で行って、まず一人で行くんですか。はい、まず一人で行って運動して、そうか、で次はギノザさん誘って3番目ですか僕。その次は
編集頑張ってくれてる高田さん誘ってだみんなでまとめて行った方がいいじゃん。そうしましょう、みんなで仲良く行きましょう。はい、収まった、収まった、はい、ということでですね、このチャンネルでは、沖縄の東海岸エリアをねスポーツと食で盛り上げていきます。次回も、内容盛りだくさんで素敵な情報をお届けします。ぜひご覧いただいた皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。番組が面白かったという方、いいねもよろしくお願いします。またご意見ご感想は書き込み欄に お書きくださいませ。それでは次回も沖縄サンライズさんお送りします。どうぞお楽しみに。見てね、こっちか。いいね、見てね。